こんばんゾンビ、キャッスです。ゾンビです。なんか今日は、テルミンが企画を持ってくるそうだ。俺も、何なのか、聞かされてない。そうなんだ。あいつのことだから、とんでもないやつを、持ってきそうだな。おっす。お前ら元気か。今日は、俺様が企画を用意してやったぜ。感謝しな。あ、やっと来たか。相変わらず、偉そうだな。俺様が持ってきたのは、これだ。バニラトラックの、ペーパークラフト。バニラトラックって何？アンス屋さん？なんと、バニラトラックを知らんのか、君たちは。そんなお前らには、バニラトラックの説明をしてやろう。バニラトラック、低風俗店などを専門とする、求人情報サイト、高収入求人情報バニラの広告宣伝車、全国各所の繁華街を中心に走行している。都会では、こんなの走ってんのか。YouTube にも、バニラトラックの動画、いっぱい上がってるな。俺らの住んでる田舎や、こんなの全然いないよな。たまに来るのは焼き芋やらへ。俺様も、東京旅行した時、初めて存在を知ったぜ。バーミラ、バニラ、バーミラ求人、バーミラバニラでアルバイトを、あの歌、一回聞いたら、頭から離れなくなったぜ。俺最近、新しいサービス欲しいんだよな。高収入って、どのくらい稼げるの？ノイズ、まさか応募しようとしてる？それ、あっはんぶっくんもこんな求人だぞ。それでは、ペーパークラフトで、バニラトラック作っていきます。セカテルミン、このクラフト、どこで入手したんだよ？インターネットからダウンロードできるぜ。コピー用紙だと作りにくいと思って。しっかりラミネートもしてやったぜ。俺様、気が利くだろ？テルミン、暇か？まあ確かに、ラミネートしてた方が作りやすいな。てかテルミン、暇なら自分で作ったらいいんじゃないの？なんで俺に作らせるんだよ。俺様だって、自分で作れるなら作ってるぜ。しかしこの、ウサギの手じゃ、どうもうまくできなくてよ。あ、なんかごめん。できた。結構、本格的に作れるもんなんだね。おお、やるじゃねえか。さすがシャシ。手が器用で羨ましいぜ。いや、羨ましい通り越して、恨めしいぜ。テルミン、こらんこらん。いん、自由工作も少ない。手伝ってほしいのな。俺様今、動画撮影で忙しいんだ。ようなら後にしてくれ。なあ、なにこの車、紙で作ったの？かっこいいのな。バニラって書いてる、アイス屋さんの車かな。いじって壊すんじゃねえぞ。そうだ、この車、工作の宿題にしようと、ちょっと借りていくのな。バカ、それはやめろ。学校に持っていくのは、いろいろとまずいから。ははは、ルミンも大変だな。